どうも、おたはです。今回のエハラキチャンネルはバースデーとアベイルで3姉妹のフルコーデを組んでみました。可愛いのがいっぱいあってまた行きたいです。それではエハラキチャンネル始まります。どうぞ。さあ本日は川崎ガーデンスクエアやってまいりまして、こちらデンアベイル、皆さん大好きな服屋さん、今日は皆さんにここで好きに買っていただきたいと思います。安い、かわいい、食べたい食べたい。今候補として、今ちょっとこちら見てます。じゃあ見てます。ふーちゃんが可愛いの選んでたんです。あ、そうなの。ふーちゃんどんな感じ。いいね、あ、いいやん。あ、ガーリーな、いいじゃない、いいですよ。こういうの、音好きそう。なんかいいの、ダンサーっぽい、ギャルっぽいですね。ちょっとギャルっぽくない？ギャルいや、ギャルやないかい。あ、セットアップ、かわいいやん、それ。すごい、なんかよそ行きっぽいね。安い、3800円。3800円、それ安っ。下もついて、かわいすぎない？いいと思う。おっちゃんのちょうど好きな感じやからな。バースデーも見たいんだけど、バースデーは子供っていうか、ちっちゃい子のばっかだったから。そうね、アベイルにした。だからバースデーもここあるから、島村も横についてるから、結構もう全員カバーできるよ。ちょっと見して。どう姉ちゃんたち。そっち持ってないもんね。あ、そっち。なるほど。でもね、これね、なんか音がダンス行くときにさ、動きやすいかなと思ったけど、どうしよう。他に動きやすいの探してみようかな。探してみ。ここら辺もママが着れそうや。これママっぽいね。これママっぽいわ。はい。右でしょ。あ、右やな。あ、かわいい、かわいい。なんかふーちゃん、そのピンクのやつの方が好きそうやのにな。これさ、フリフリ撮ってるからさ、入るかもしれない。一回着てみたら。あ、かわいい。ちょっと見して、こんな感じ。あ、かわいいじゃん、ブラウス的な。あ、それ着てみたら。どっちだろう。こっちかな、パパ。こっちだよね。トワちゃんがね。こういうのあるの助かるな。ねえ、超収益のバスボールあるんだけど。え？超収益のバスボール。可愛くない？入れてみんな食べるぞって書いてある。トワ君はショベルカー買ってもらって、もうご機嫌です。ふーちゃんどう？あ、かわいいじゃん。ほんとほんと。ふーちゃんこっち向いて。あ、めっちゃかわいい、かわいい。それになんか羽織ったらかわいいじゃん。なあ、結構いいと思う。新しい服はテンション上がるね。そうね、こういうフリフリが好きだから。そうね、可愛い系ね。音とミュージックがカジュアルじゃなくて、フリフリが好きだから。なあ、おとなしく待ってるわ、弟は。なあ、なあ、おとなしく待ってる弟を、いろんな角度から。はい、パパ、あ、来い来い。パパ、いや、音っぽい、めっちゃ音っぽい。服着替えます。はい、いいじゃん。いいよ。ハト麦化粧水と待ってる弟。これいいや。あ、これもこれでいいね。
え、巻いてる。どっちがいいと思う？え、ちょ、今回の見して。あ、でもこれもなんか発表会みたいな感じだな。だけど普段使いしたいならこっちが。あ、そっち可愛かったね。うん。それする。いいよ、パパが買ってあげよう。ミユ着てみた？これだけだ、ちょっとあれ、かわいい。触ってみて。あ、ありがとうございます。フード付きのワンピースのやつで、かわいいな。前髪やばいよ、あった。これ、そうね。あ、かわいい、かわいい。パパな、その真ん中にドンって書いてるのめっちゃ好きで、そればっか着てたらママにダッサって言われて、昔パパ30近くなってもそういう服ばっか着てたから、ちょっと分かってなさすぎて、中学校の時から着てずっと着てた。ピッチのあれピッチピチのピンクの T シャツね。それのままフェリー乗ったんです。そうや、めっちゃちょっとあのフェリーランチっていうおしゃれなことしてんのに、ママのこれピンクのピチピチの。ママめっちゃおしゃれな格好してんのにさ、シコだけピンクの。でももうパパ服分かってなかったよ全然。今はかっこいい。 ありがとう。昔もかっこいいけど、今のパパはちょっと今のパパはい、はい、ある程度大人な。やだ揺れるよね、ここまで来ると。これバースデーね。あ、バースデーもこれふーちゃんおとちゃんぐらいだったらあるんだね、まだ。え、でも160センチ。可愛いんだよね。おとちゃんがずっと今ハマってるラビラビガールって言ってて。そう、こっちはジェイニー。これジェイニー、ね、見て、うん、かわいいよ。何しとんねん。これかラビラビ。ここ、ラビラビ最近なんか友達の中で流行ってんやろ。そう、なんかジュースの中でいっぱい着てる子いる。あ、そう、いいんじゃない、ラビラビ選んでみたら。ちっちゃめじゃん、そんなもん。そう、これちょっとピチって着るやつだ。あ、そっか、それでいいやん。うん、履いてみたらそれハマりそうやけど。あ、いいよいいよ。え、それ動きやすそうやん。なんかちょっと出かけてさ、あの、こんなことするから、うん、ここが痛くなって。うん、でもそれ普通に代々木公園とかで走り回るのに一番いいような気がするけど。ね、パパ見て、短パンもあった方がいいと思うで。エハラガールズコレクション、まず出てきたのは三女おとちゃん。小学4年生らしい可愛らしいスタイル、ポーズも決まってます。これでいいのかなといった不安そうな振り返り、素敵です。お次は次女ふーちゃん、夏らしい涼しげなセットアップで爽やかさを演出、可愛らしくてアウトドアにも最適です。続いて長女みゆちゃん、お年頃の中学2年生はポーズ控えめで即帰る、でもパパに付き合ってくれるのがありがたい。さあ、おとちゃん2着目はダンススタイル、こちらはノリノリでポーズ。うん、慣れてきました。ふーちゃんも今回は短めの T シャツで夏らしさを演出、休日にフラッと出かけたいファッションです。みゆちゃんはお出かけファッション、大人っぽさもあるスタイルでポーズポーズ。うーん、優しいぞ、お年頃。続いてのおとちゃんはちょっと公園行ってきますスタイル、腕の刺繍が素敵です、服ギュー。
最後にふーちゃんは少し寒い時期のダウンジャケットスタイル。パパがこの格好したら釣り人みたいって言われました。ヘアキタンデル。はい、ということで今回はですね、ひょんなことからね、川崎に行きまして、はい、ね、ちょっと服を買うことになりましたけども、やっぱり新しい服買ったらテンション上がるの、あなたたち。結構ほんでお店でかかったからな。うん、なんか一フロアでほとんど島村とさ、うん、バースデーとさ、あれが全部閉めてたから。バースデーとはベイルが多かったの。うん、リーはベイルが多くて、奥さんたちはバースデーほぼ。あ、そう。バースデー好きなのやっぱり。結構いいもんな。そう、でもいつもさ、シーンとかでも買ってない？そう、シーンとかユニクロとかザラとか、うん、H&G 大好き。ザラあんま買わないでしょ。ザラ、うん、シーン好きやね、おっちゃんはね。ギャルいやつも結構あるわな、ちっちゃい子も。ギャルいやつがあるんだよね。うん、だって今日もヒョウ柄買いたかったと思うね。もうでもなかったんだよ、うん、ね。でも結構可愛い服選べたんじゃないですか、うん、ね。結構可愛いな。また服買いに行った時に秋冬コレクションみたいなのやりますか。あ、ちょっと個人的にはパパはね、三姉妹があのランウェイとかやったことないから、ちょっと普通に恥ずかしがってるのが面白かったですけど。恥ずいよね、無音なのがさ。みゆそそくさと帰っていったからな。そそくさと帰るしかなかった。いや、そうやね、音が一番ノリノリやったよ。音が決められた。決めてましたね。いや、次それぐらいのノリノリやってまた。いやいや、モデルさんでもそんなやつおらへんわ。まあでもこのテンション見てもらったら分かる通りフルテンションだということで、ね、いやいや、こげそうなっとるやないね。まだ買いに行きましょうね。ということで、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また見てね。バイバーイ。